どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、搭乗のたびに1000イージャルポイントがもらえる JAL 春の旅キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。先日ね簡単に紹介させていただいたわけなんですけども、詳細がね発表になりましたので、今回のこのキャンペーンね全員対象のキャンペーンとなっていて、乗れば乗るほどですねイージャルポイントがもらえるというふうになりますんで、かなりねいいキャンペーンではないのかなというふうに思っております。これからですね JAL のステータス仕様等々でですね JAL の飛行機ね乗られる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではね発表になったキャンペーンの詳細なんですけども、まず特典ですね、こちらは搭乗するたびに1000イージャルポイントがねもらえるというふうになっておりまして、対象者は先ほども言いました通り全員対象のキャンペーンというふうになっております。でですね、予約期間が2021年の4月5日からですね2021年の4月の7日までというふうになっておりまして、かなりね予約期間短いんですよね。まあこの動画出ているのはですね4月6日というふうになりますんで、あとですね2日ぐらいしかねないっていった形になりますんで、予約される方はですねぜひ早めにね決断していただければなというふうに思います。でですね、搭乗期間は2021年の5月10日から2021年6月30日までというふうになっておりまして、こちらのキャンペーンですねエントリー必須というふうになっておりますんで、この点をね注意していただきたいなというふうに思います。でですね、対象路線については JAL グループの全路線全便というふうになっておりまして、一部ね国際線に含まれる国内区間は対象外、またですねジェットスタージャパンとのコードシェアについては対象外っていう風になっております。でですね、対象運賃に関しては先得割引タイプ AB、 スーパー先得、ウルトラ先得、特便割引21っていう風になっております。でですね、特典のイージャルポイントの付与時期に関しては2021年の7月下旬っていう風になっておりまして、イージャルポイントの有効期限はですね付与されてから12月後の月末までっていう風になっております。またですね、このキャンペーンではですねダブルチャンスということで JAL のねオリジナルキーホルダーが550名にねもらえるキャンペーンも同時にね行われているっていう風になっております。いやこちらのキャンペーンね対象者は全員ということで、搭乗するごとにですね1000イージャルポイントがねもらえるということですので、複数予約が OK っていう風になりますのでかなりお得ですよね。イージャルポイントバックっていう風にはねなるわけなんですけども、実質ね1000円オフって言ってもねいいのではないのかなっていう風に思っております。またですね、先ほども言いました通りこのキャンペーンはですねエントリーが必須っていう風になりますんで、忘れずにねエントリーね行っていただきたいなっていう風に思います。しないとねもちろんもらえないっていう風になりますんで、エントリーフォームはですねこの動画の概要欄にですね公式サイト載せておきますので、そちらからですね確実にエントリーねしていただきたいなっていう風に思います。それでは次に注意事項ですね。まず先得運賃の5500未満かっこ税抜きの予約及び購入に関してはこのキャンペーンね対象外という風になりますんで、この点ね十分注意していただきたいなという風に思います。または個人包括旅行割引運賃であったりですね、包括割引旅行運賃は対象外ということですので、楽天トラベルとかヤフートラベルとかですね外部サイトのパックツアーでですね JAL をね利用した場合については対象外っていう風になっております。またですね、予約サイトは日本語の JAL サイト限定でね対象という風になっておりまして、英語サイトであったりですね JAL オンラインっていうね予約サービスがあるわけなんですけども、こちらは対象外っていう風になっております。それでは次にですね JAL のね国内線予約する場合なんですけども、楽天がね運営しているポイントサイト楽天リーベイツっていうねポイントサイトがあるわけなんですけども、こちらね楽天リーベイツを経由して JAL のね国内線予約していただくと 1% のね還元が楽天ポイントバックでねもらえるっていう風になりますんで、もしねこのキャンペーンで JAL のねフライト予約される方はですね、まあ 1% ということで1万円のね予約で100ポイントしかね還元もらえないわけなんですけども、楽天リーベイツはですね新規登録後30日以内にですね3000以上の利用ねしていただくと500ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、
まあもらえないよりかはですね、もらっといた方がいいかなというふうに思いますので、もしね今回のキャンペーンでやる、ね、予約される方はですね、ぜひね経由していただいてポイントバックね受けていただきたいなというふうに思っております。またですね、こちらはポイントサイトっていうふうになりますので、もしね JAL の航空券ね複数予約される場合に関してはですね、毎回ね楽天リーベイトに戻っていただいて経由してね予約する必要があるっていうふうになりますので、1回経由してですね JAL の国内線たくさん予約してもですね1回っていうカウントになってしまいますので、この点をね注意していただきたいなというふうに思っております。それではですね、一応価格ね見ていきたいなというふうに思っておりまして、一応ね羽田沖縄で土日でね検索してみました。でですね、価格に関してはですね、その時のね座席の残数によってね変動するっていうふうになりますんで、まあ、参考程度にね考えていただきたいんですけども、まあ、こんな感じですね。6月のね日曜であれば7000円からね8000円ぐらいの羽田沖縄便の安い便もね残ってたっていうふうになりますんで、この予約でですね1000イージャルポイントね戻ってくるのであればですね、かなりねお得なのではないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね JAL の搭乗キャンペーンの詳細がね発表されたので解説ねさせていただいたわけなんですけども、 JAL ね修行検討されている方、またですね JAL ね搭乗予定のある方はですね、予約期間がねかなり短いわけなんですけども、1区間で1000イージャルポイントね付与されるっていう風になりますんで、かなりねお得ですよね。ぜひねキャンペーン利用してみていただきたいなっていう風に思っております。また JAL に関してはですね、予約した航空券を440円で払い戻しができるね特別対応っていうのもですね行っておりまして、こちらの対応期間もですね今回のキャンペーンと同じで6月30日までねやっているっていう風になりますんで、気軽にね予約することねできるかなというふうに思っております。またですね、今回のキャンペーンですね、支払い方法にね特に縛りはないっていった形になりますんで、 eJAL ポイントねある程度持っている方はですね eJAL ポイントで予約していただいて、eJAL ポイントねポイントバックみたいなね、まあそんな感じでもですね利用することができるっていった形になりますんで、かなりねお得なのではないのかなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオトモモホテル、ヒルトンホテルのことについて、ね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。